Oh, baby. すっきりとした飲み心地。はい。三栄日向夏水。はい、皆さん、おはようございます。2月の27日の朝だよ。ねえ、今回も車の中で寝ておきました。今回お世話になったのはですね。ランタンフェスティバル見てもらって、あの後ですね、僕は、なんだかんだで熊本まで来ちゃいました、走って、戻って、ね、で、熊本の、今回は、セブンイレブンです。セブンイレブンでお世話になっております。でね、皆さん、ね、ランタンフェスティバルいかがでしたか？楽しんでもらえましたか？そこでですね、僕は家用に今回お土産を買ったんですけど、だから視聴者プレゼントじゃないんだけどね、カステラだよね、長崎といえば。長崎といえばカステラ。知ってた？でもね、最近のカステラってすごいんで、いろいろあんだ。普通のだけじゃないんだよ。食べて、まだ食べてないけど、ほら、はい、見てこれ。いちごカステラなんてのもあんだよ。いちごカステラ。この他にもね、なんか、これはね、なんだかな、これ。ザボンとかね。はい、これ。これは、チョコレートとかね。いろいろあるんです。まあ。これは僕は帰って楽しく食べたいなと思います。ということで見てもらったランタンフェスティバルね、皆さん長崎車で行くときは高速道路を使いましょうということです。まあでも帰りは僕温泉でも入って帰るよ。もう疲れた。大変だったね、この旅も。やっぱ疲れますね。でもランタンフェスティバルは楽しかったんで、皆さんぜひ行ってもらえるといいんじゃないかななんて思いますよ。あれはいい思い出になると思うね。観光ツアーなんか組んで行ってもいいんじゃないでしょうか。まあでもあんだけ人が多いとすごいなと。長崎にも中華街があったのも初めて知りましたし、やっぱなんかこう異国情緒あふれる長崎、素晴らしいとこだと思います。皆さんぜひ長崎にも遊びに行ってちょうだいよ。ね、行ってみてほちょうだいよ。ね。本当に、行ったらいいじゃないか。ね。あなたのことが好きだから。まあ、次はいつお会いできるかわかりませんが、皆さん、また次回お楽しみに待っててください。いつも心に Love and Peace。トリマイズでした。バイバイ。